はじめから。この物語はフィクションです。私は人を殺してしまいました。罪を償わなければなりません。これでお別れです。さようなら。
私は人を殺してしまいました。私はやめた方がいいと思ってたの。あんなことをやるべきじゃなかったんですよ。余計なことするからだ。いい加減にして、もう我慢の限界。さようなら。縁結びの国島根を舞台に、角川ゲームスが送る青春サスペンス。文野彩は25年前に亡くなってるんだよ。そういう名前のクラスメートはいません。話せるようなことは何もないわ。どうして彼女のことを調べてるんだ。ごめんなさい、知らない人です。何を調べてるの。手紙が導く7つの過去と1つの嘘。真実は果てしなく切ない。ルートレター始まりの便箋。ご案内いたします。飛行機はあと10分ほどで降下を開始します。縁結び空港の到着は13時を予定しております。出雲地方の天気は晴れ、気温は21度、快適で過ごしやすい気候です。はじめまして。島根県松江の高校に通う文野彩です。神の国として有名な島根ですが、気候や風土や人の気質も違います。そして出雲は縁結びの地でもあります。偉そうに書いていますが、実は私は中二の春に引っ越してきたんです。私には仲のいい7人のクラスメイトがいます。お坊ちゃん育ちのチビ、運動神経抜群のサル、正義感が強い男前のガリ、優しいデブ、おしゃべりなビッチ、学校一の秀才のメガネ、それにかけがえのない親友。彼らと出会えて本当に良かったと思っています。あなたには心を許せる友達はいますか？お返事待っています。文野彩。PS 安
スミは何をしていますか？
車ありがとうございます。この電車は各駅停車の松江新宿温泉行きです。
はい。どうしましたか？どうしましたか？どうしましたか？はい、合ってますよ。この住所ならここに間違いないですね。そう言われても、私は松江に来てまだ日が浅いんです。あれ、でもここってもしかして、以前は洋館が建っていたんじゃないかな。火事全焼して亡くなった方も出たんじゃないかな。10年以上前ですよ。14、5年前かな。もういいですか？へい、いらっしゃい。あっしの名前が聞きたいんですね。三平と呼んでください。これがメニューでやす。おすすめを教えてほしいんでやすね。うちはどれもおいしいでやすぜ。決まったら呼んでください。高いでやすな。でも完食できやすか。へい、ヤマタノオロチ一丁。
短時間で完食したでやすな。お見事。完食した客が現れたかや。へい、この兄さんでやす。よう食べきったな。だって？面白い兄ちゃんだな。ここの店主の元吉だ。よろしくな。兄ちゃん、地元のもんじゃなさそうだな。観光かや。なんだい？空き地ねえ、どこかいな。大学教授の文野直樹さんが住んじょった家だな。商社な洋館だっただも、15年前の年末に火事で燃えてしまったんだ。娘ねえ、土下だったかいな。親父、アマサギの天ぷらと盛りそば。俺はうな重。兄ちゃん、気に入った。料金半額でいいで。火事のことはよう知らんだわ。兄ちゃん、松井にいる間はうちで食べな。相撲足腰だ。お茶でもお持ちしやすか？松江図書館なら歩いて行きやすよ。
はい、新聞閲覧のコーナーは左手の奥です。予約のお客さんですね。おかみの山本遥です。今部屋を案内させますけん。ともこちゃん、お客さんよ。中井の坂田ともこです。よろしくお願いします。ただ古いだけですよ。幽霊とか妖怪は出ないので心配しないでください。奥の部屋がお客さんの部屋になります。窓からの景色はいいですよ。源泉かけ流しの大浴場があります。お客さん2泊の予定ですよね。いつまで滞在ですか？部屋はほとんど空いてるので延泊でも大丈夫ですよ。出身ですけど、何か？この家もしかして。いえいえ、この辺りのことはよく知りません。
おかみさんなら知ってるかもしれないですよ。呼んできますね。お客さん、15年前の文野邸の火事について知りたいんですか？大学教授の文野さんが住んじょって、奥さんが亡くなったのよ。一人娘がおられたわ。あやちゃんだったかいな。いや、あやさんはもっと前に亡くなっとられるわ。25年は経つんじゃないかしら。そうよ、どうして？15年前ってあやちゃんはとっくに亡くなっちゃうよ。いや、あやさんが亡くなったのは火事のずっと前よ。間違いないわ。信じちゃうかね。でもお客さんは亡くなった娘と文通してたんでしょ。そげ言われたらそげだね。ああ、幽霊よ。お客さん幽霊と文通しちょっただわ。文通しちょった人の写真はないかね。それより写真はあるの？ない。あら、かわいい子だがね。あなた、この写真で一目惚れしたんでしょう。あら、照れちゃった。もしかして図星だった？私、彼女に会ったことないのよ。この制服、松江大場高校ね。そうだ、いとこが松江大場高校出身だったわ。あやさんと同世代だけ、何か失調かもしれんね。聞いちょいてあげましょうか。話し込んじゃったわ。長いしちゃ悪いわね。ではごゆっくり。うひょー、極楽極楽。じいさんではない、わしは泉こぐもじゃ。一人旅かな。じじいと背中の流しっこでもせんかや。付き合いが悪いの。わしも若い頃は旅三昧の日々じゃった。犯人を追っていろいろな町に出かけていった。刑事立ててや、わしも見くびられたな。だらわしが行商人に見えか。
オーキャン声ではいらんが FBI 捜査官じゃ。声が大きい。誰が聞いちょうかわからんで。 CIA にもおった。現場100階、一期一会。おはようございます。布団を片付けに来ました。お客さん、今日は観光ですか？ガイドブックに載っちょうで、自分で調べたわ。紅白出場歌手かい？それなら知らんな。知りません。彼女ですか？けど、ガイドブックを見て自分で調べた方がいいよ。知りません。彼女ですか？
美術館に行くんですか？私もです。一緒にどうですか？松江には観光ですか？弁当忘れても傘忘れるな。雨の多いこの地方のことわざです。私、この美術館に勤めている石原ゆかりです。部長といっても大したことないんですよ。よかったら私が館内を案内しますよ。雨で知り合うことをエニシ族と言うんですよ。展示されている美術品も必見ですよ。それに映画鑑賞会やワークショップなどのイベントも開催しているんですよ。すみません、美術館のことになると夢中で話してしまうんです。この絵は島根出身の小野内弥太郎の絵で、長い間行方不明だったんです。スペインです。私、競売に行ってきたんです。他にも素敵な作品がたくさんありますよ。はい、私の企画です。夢ですか？そうですね。私も最初に見たとき、そう思いました。美術館はいかがでしたか？時間があったら、また来てください。ですか？え？そう。ごめんなさい。知らない人です。
ートです。お前ここで何してる。見ていただって女子生徒を覗いてたんだな。ちょっと来てもらおう。犯罪者はみんな自分はやってないと言うんだ。いいからおとなしくついてくればいいんだ。荷物を調べたけど盗撮はしてないようだな。ふざけるな。それなら学校の周りで何をしていた。わかったぞ、お前ストーカーだな。個人情報は教えられません。常識です。ダメです、絶対に教えません。監督、そろそろ紅白戦を行いたいんですけど。すぐに行く。それまで守備練習をしてろ。はい、失礼します。ふざけるな。どうして彼女のことを調べてるんだ。文野彩はこの高校の伝説の生徒だ。美人で秀才、スポーツ万能、芸術の才能もある。そして18歳で死んだ悲劇のヒロイン。25年くらい前だ。さあどうかな。忙しいんだ、もう帰ってくれ。お客さん、うなされてましたよ。うわーっ
悲鳴を上げる少し前です。松江まで来て人探しって変わってますね。そうそう、一つ思い出したことがあるんです。市街地にあるバー中村のマスターが松江大場高校の出身だと聞いたんです。30歳くらいかな。怖い夢を見ないように気をつけてくださいね。島根はいいところですよ。人は優しいし、食べ。いきなり話しかけてすみません。私はここのオーナーの中村と言います。マスターの野津くんが頑張っとるけんね。野津翔太です。気に入ったら通ってください。ここはまだそれほど知られとらんのですが、この前テレビで紹介されたんですよ。壁に貼られとるのがその時の写真です。山陰中央テレビの人気女子アナウンサーでマスターの高校時代の同級生らしいですよ。彼女は見た目より気が強いですよ。いや、ただの同級生ですよ。俺は日陰の男だから。知らないね。恋人に逃げられたのかい？彼は遊び人に見えるけど、実は苦労人なんだ。高校の時に父親の会社が倒産して、バイトしながら大学に通っとったんだ。ところで、お酒には詳しいですか？ジムビームデビルズカットがありますよ。マスターが探してきたんだ。彼、目利きだよ。デビルズカットを彼に。私に。分かりました。そうでしょ、彼目利きだろ。私は県内にいくつか店を持っとるんだが、この店を彼に譲ろうと考えとるんだ。おや、もうこんな時間か。私は帰らんと。ゆっくりしていってください。32歳です。何かな。なんといっても松江城だな。
物だ。今日はもう終わりだ。帰ってくれ。閉店だ。帰ってくれ。松江市の天気は晴れ、平均気温は25度です。山陰中央テレビで一番人気の女子アナですよ。名前は村上美咲です。松江で出かけたところはどこですか？中村は行かなかったんですか？女性はほとんどがおしゃべりですよ。だけです。そうだ、これを渡すの忘れていました。この旅館の新聞です。私はこれで失礼します。メガネ君について書きます。テストの成績は常にトップで高校一の秀才です。昨日休み時間に勉強を教えてもらいました。教え方が上手で勉強をするのが楽しくなりました。メガネ君はきっと偉い人になるんだと思います。将来ノーベル物理学賞をもらったりして、そうなったら私はそんな人とクラスメイトだったんだと自慢します。メガネ君と同じ教室で勉強したことは私の宝物です。勉強以外に趣味のないメガネ君ですが、大の猫好きのようです。猫は古代エジプトで神の使いだったそうです。テ
ストは運も左右するので、神の使いの猫に優しくするんだと言ってました。猫グッズも集めていて、八重垣神社のおみくじについてくる金のお守り猫をもらいました。これで神様も味方してくれそうです。そういえば、八重垣神社には縁を占える鏡の池があります。半紙に硬貨を乗せて池に浮かべて早く沈むと良縁に恵まれるそうです。私はすぐに沈んだのですが、一緒にやった親友は硬貨が沈まなくて不機嫌な顔をしていました。松江に来ることがあったら、マックス君もやってみてください。文のあや。P.S. マックス君は高校最後の1年に何をやりたいですか？ここになんか用事ですかね。ええ、すぐそこの家よ。さあ、知らんね。あの先生、人付き合いが悪かったけん、誰も知らんのじゃないかしら。おったよ、はやちゃん。丁目の八百屋の娘が美人。
そうよ、この子だったかいな。もう随分と前だけん。お、あなたここに幽霊の取材に来たんでしょ。私何度か見たのよ、あやちゃんの幽霊。違うわね。だって初めて見たのは洋館が火事になる前だったんだけん。海野さんの家の窓に死んだはずのあやちゃんが見えたの。違うわね、何べんも見たんだけん。あやちゃん机に向かっちょったみたいだったけど、幽霊になっても勉強しちょったのかしらね。そうそう、そげいう感じだわ。死者からの手紙なんて不気味だが。同時に浮かべてどっちが先に沈むかやらない？いいわよ、絶対に私が勝つわ。せーので浮かべてね。せーの。沈め、私の効果沈め。私の沈んで、やった、私のが先に沈んだ。あれ、私のまだ沈まない。どうなってるの？若者、お前さんはやらんかや？じいさんじゃない、わしの名前は泉小雲じゃ。そうはの、教えられんわい。国家機密だけんの。
年寄りは神社が好きなんじゃ。わしじゃって最後にもう一花。それより若者、お主じゃ。お主はなしてやらんのじゃ。何を照れとるんじゃ。ラブーンが開けかもしれんぞ。ここまで来て何もしんで帰るつもりか。待っちょってやけん。社務所で半紙を買ってこい。を1枚ですね。これが良縁占いの半紙です。水に浮かべると運命を導く言葉が浮かび上がりますよ。良縁をお祈りしています。じゃ、若者。ああは買ってきたかや。それじゃあ一緒にやるか。袖触れ合うも多少の縁でな。女は昔から恋愛コンテンツが大好きじゃからの。バカにすうだないわい。わしだってこのくらい知っちょうぞ。もちろんじゃ。わしは485円入れたで。四方八方からご縁がありますようにという意味なんじゃ。お前さんより長く生きちょうけんな。知恵はたくさんあるんじゃ。私のはギリギリ10分よ。私なんて30分も沈まんよ。おじさんすごいですね。きっと良縁に恵まれますよ。
そうは違うぞ。どうせ早子と沈んだけ女の子にモテモテになとでも思ったんじゃろ。図星という顔をしちょうな。わかりやすいやつじゃ。はあ、わしのも沈んだ。きっといい出会いがあるぞ。次はおみくじじゃ。行くぞ、若者。年寄りは大切にするもんじゃぞ。慣れれば簡単ですが、最初はとても難しいです。私も最初は戸惑いました。はい、普通のおみくじとお守り付きがありますけど、どちらにします？この中から引いてください。おみくじというのは運勢ではなく、書かれている内容が大切なんじゃ。真面目に励めという意味じゃな。全ての願いが叶うって言われちゃう金の猫だ。めったに出らんのでしょ。すごい。100人に1人とか1ヶ月に1個しか出らんって言われちゃうよ。写真を撮らせてもらおう。猫マニアには垂涎の的じゃよ。わしはここまでじゃ。この後は教えられんな。Thank you.
いらっしゃいませ。面接をご希望されている方ですね。少々お待ちください。申し訳ございません、本日そのような予定は入っていないのですが。はい、何かあればお申し付けください。お約束ですか。確認しますので、お名前どうかしましたか。のず様ですね。村上は席を外しているそうです。私、真剣なんですよ。どうして報道をやらせてくれないんですか。美咲くん、バラエティだって立派な仕事だよ。報道をやりたくてテレビ局に入社したんです。そのうちね、そのうち。それより松江市役所で撮影をしたいんだ。許可を取っておいてくれ。どうして私に頼むんですか。生活相談課のメガネ君は高校の同級生だろう。そうですけど、あの人苦手なんです。彼は君に夢中なんだろう。アナウンサーの人気投票で君に何十票も入れたそうじゃないか。同級生のよしみで投票してくれただけですよ。結婚するなら公務員は安定しとっていいぞ。そういうのセクハラになりますよ。おっと、打ち合わせに遅れる。それじゃあね。また煙に巻かれちゃった。何でしょう。私に何の用ですか。もしかして文野彩さんを調べている人。のぞくんから連絡があったわ。あなた、何を調べてるの？さっき番組でも言ったけど、松江も出雲も晴れよ。詳しくないわ。残念だけど、わからないわ。松江大場高校、伝説の悲劇のヒロインよ。美人で秀才、芸術的な才能もあったけど病気で亡くなった。知っているのはその程度。
私のクラスメイトってこと？残念ね。そういう名前のクラスメイトはいなかったわ。いません。用がないなら帰ってください。え？私のこと？ビッチ？私がビッチだって言うの？頭にくるけど、ここは冷静にならないと。アナウンサーは常に冷静沈着によ。そうか、あなたはマックスね。あなたに話すことはないわ。帰って。帰らないと警備員を呼ぶわよ。松江市役所をご利用ありがとうございます。市民生活相談課は一旦表に出て右に回っていただくと別館がございます。その1階になります。相談でしょう。メガネの忘れ物ですか？
あ、高校の周りをうろついていた不審者。お前に関係ないだろ。あれはお前が怪しい行動をしていたから職員室で事情を聞いただけだ。あれは渡辺先生が勝手にやったことです。私は国語ですよ。もちろんですよ。最近はデザインも増えてきて、どんどんおしゃれになってますよね。ブルーライトをカットするあれ、欲しいんですよね。最近のモデルは軽量タイプも多いですよね。引っ越しをしたから転入届を持ってきたんです。教えてないけど、大場高校一の秀才だったと聞いてます。メガネをかけていたはずです。あと年の割に髪が薄いらしいですね。大場高校で教えるようになって10年ですが、文野綾という名前の生徒はいませんよ。私が個人情報を漏らしたとか言わないでくださいよ。条件は何でしょう。田中は席を外しています。どういうご用件ですか。個人的な用事ね。あったら驚くかもしれませんよ。最近髪型を変えられたみたいですよ。気づかないふりをしてくださいね。彼プライドが高いから。裏口の外で捨て猫の世話をしてますよ。捨て猫の相談が多いんです。それでもらい手が見つかるまで役所で預かっているんです。ここを出て右に行ったら裏口があります。私に何か用ですかね。一匹もらっていってもらえませんかね。できないんですか。うん、できないんですか。人間が責任を持って育てていく義務があるんです。そう。あれ、猫たちが警戒しています。ダメですよ、そんな怖い顔をしたら。猫は犬と違って接し方が難しいんですよね。優しくしすぎると舐められるし、厳しくするとへそを曲げる。頃合いが難しいんですよね。私に話ですかね。だったら何ですかね。あなた誰ですかね。そうですか。それで私に。そうです。
このデザインは他の課にはないんです。人は知りませんよね。知りませんね。それに私はメガネをかけてませんよ。用事がないなら帰ってください。もしかして八重垣神社のお守りの猫ですかね。なんだ、金の猫じゃないんですね。落胆ですね。全然欲しくありませんね。私は忙しいんです。来ないで欲しいですね。このお守りですかね。恋愛成就のお守りです。私もこれで彼氏をゲットしました。ありがとうございます。はい、何でしょう。すみません、今日はもうなくなりました。明日にならないと入らないんです。Thank you.
ミカルちゃん、どこに行ったの？あら、抱っこしてもらったの。よかったわね。ケミカルちゃんは人見知りで、知らない人に抱っこされることなんてなかったのよ。知らない名前だわ。そうよ、かわいいでしょ。ありがとうございました。何でしょう。私、人に物をあげない主義なんですのよ。ごめん、遊ばせ。物々交換ですか。しようかしらね。そうかしら。ちょっとそのお守りを見せてくださる？あら、このお守りの猫ちゃんとケミカルちゃんと顔が似てるわ。また来たんですか？私はあなたと話すことはないんですよね。このお守りじゃないですか。どうしたんですか？もらえるんですか？何の話を聞きたいんですかね。早く僕の目の前から去ってください。早く僕の目の前から去ってください。くれるんですか？
誰ですか？聞き覚えのない名前ですね。テレビ局に知り合いはいませんよ。残念ながら私は眼鏡をかけていませんよ。これは伊達眼鏡。ファッションです。早く僕の目の前。早く僕の目の。早く僕の。もう話は聞きません。また来たんですか？早く僕の。早く僕。金の猫のおもらえるんですか？何の話を。だテレビ局に知り。残念ながら。早く僕。それはな。何ですか？何が書かれているんですか？何が書かれているんです？教えてくださいよ。それは何ですと？まさか彼女に限って。信じません。見せてください。早く見せなさい。見えませんよ。
旅館の新聞じゃないですか。それのどこがスキャンダルなんですか。私を騙したんですね。わかりましたよ。正直に言いますよ。どうでしたかね。中学の同級生かもしれないじゃないですか。私が大場高校出身という証拠はあるんですか。さあどうでしょうね。早く。そういう名前のクラスメイトはいませんでした。もうあなたとは話したくありません。金のお守り猫はいりません。帰ってください。早く。その話はもういいです。もう話は聞きません。また来たんで。金の猫のもらえるんですか。何の話を聞く。テレビ局に知り合い。残念ながら。それは何が書かれ、それ、な、旅館の新聞じゃないで、私を、わかりましたよ。どうでしたかね。中学の同期、私が大箱、
さあ。そういう名前の、もうあなたと。そうですよ。なんでもない。主催は私だ。やめろ、触れるな、俺の頭に触れるな。ああ、少し暑いですね。何ですか？それは。私はどうしたら。そうですよ、あなたの探しているメガネは私です。だから何だと言うんですか。どうでしょう、いたかもしれませんし。
残念ですね。私は猫は好きではありません。捨て猫の面倒を見ているのは仕事だからです。私が猫好きだという証拠がありませんよ。わかりましたよ。猫好きは認めますよ。私が猫好きだからって。どうして私が志と違う仕事をしているというんですか。誰だって希望の仕事ができるとは限らないでしょ。私だって本来なら違う仕事がしたい。役所が中心となり、高齢者の住んでいる家をネットでつなぐんだ。高齢者に何かあったら、救急や警察や介護がすぐに動けるような新しいシステムを作るんだ。何ですか、その言い方は。プレゼントじゃないんです。そういうロマンチックなものじゃない。でもあなたの考えているような感情とは違いますよ。そうじゃないんです。私は恐れていた。彼女は可愛くて優秀だった。どこへ行っても人気者になるタイプだ。それに比べて私は勉強だけど、それで金の猫のお守りがなくても大丈夫だと強がって見せたかったんです。そうです、私は嫌われていたはずです。メガネ君について書きます。テストの成績は常にトップで高校一の秀才です。昨日休み時間に勉強を教えてもらいました。教え方が上手で勉強をするのが楽しくなりました。メガネ君はきっと偉い人になるんだと思います。将来ノーベル物理学賞をもらったりして、
そうなったら、私はそんな人とクラスメイトだったんだと自慢します。メガネ君と同じ教室で勉強したことは私の宝物です。勉強以外に趣味のないメガネ君ですが、大の猫好きのようです。猫は古代エジプトで神の使いだったそうです。テストは運も左右するので、神の使いの猫に優しくするんだと言ってました。猫グッズも集めていて、八重垣神社のおみくじについてくる金のお守り猫をもらいました。これで神様も味方してくれそうです。そういえば八重垣神社には縁を占える鏡の池があります。半紙に硬貨を乗せて池に浮かべて、早く沈むと良縁に恵まれるそう。私のことをこんな風に思っていたなんて、あの頃を思い出しますね。ちょっとわからないところがあるの。勉強教えてもらえるかな？もちろんいいですよ。数学なんだ。わあ、すごい勉強してますね。そんなことないよ。この方程式なんだけど。ああ、これは難しいですよね。 X を移動させるとこうなりますよね。ええ、そうだわ。ほとんどの問題はその応用で解けるはずです。田中くんすごい。やっぱり松江大場高校一の秀才だわ。はい、そうです。私と勉強した時間が宝物だったなんて。文野彩という同級生はいません。本当にいないんです。知りません。手紙は返します。私はあなたの質問に正直に答えました。では証拠を持ってきます。ここで少し待っていてください。個人情報だから本当は見せてはいけないんですけど、こうなったら見せるしかありませんね。15年前の松江大場高校の名簿です。50音順になっています。女子は1番が阿部冬美、2番が五十嵐かな。文野彩がいるとすると、18番の羽田理子と19番の本間美穂の間のはずですよね。ダメに決まっているでしょ。撮影もコピーもお断りですよ。本物ですよ。ここに私の名前があるでしょ。嘘はついてませんよ。これで分かりましたよね。
たの調べている文野綾とはこの不法乱の女性ではないんですか？25年前の新聞記事です。文野綾という女子高生は病気で亡くなっているんですよね。あなたは誰かにからかわれたんですよね。だから実在しない女性を探すのはやめた方がいいと思うんですよね。ありません。私は仕事があるんです。もう戻ります。何をしているんですか？あ、書き写している。名簿を返してください。もう帰ってください。Thank you.